久保さん。まあ、仕事をやっていて多分面白いと感じることが、例えば、まあ、リアルの仕事で、まあ、自分がその会社で、まあ、5年働いてるとして、先輩になったとして、部下に、先輩、これちょっと教えてもらえませんかっていう。なんか、まあ、しゃあねえな、みたいなね。なんか多分ね、まあ、めんどくさい部分ももちろんね、その場面場面でいろいろあるかもしれないですし、その部下の人柄、部下の合う合わないによってもあるかもしれないですけど、なんか人からその相談を受けるって、多分ね、なんかまあ DNA 的に、遺伝子的になんか嬉しさを感じれるんじゃないかなと思うんですよ。人から頼られるっていう。うん。なぜならば、これおごるときって、まあなんだろうな、昔は僕おごってもらうと、やったーと思ったりとかしてたんだけども、おごれるようになると、今度おごる時の気持ちよさもあるんですよね。飯をおごってあげる時の。だからこれ、両方あると思うんですよ。で、悩みもそうで、悩みを相談する側から悩みを相談される側になって、まあ両方ね、まあ僕ももう昔は、久保さんもそうでしたけど、久保さんも最初は教わる側ですよね。今は教える側ですけど、僕もそうです。一番最初分かんなかったから、教わる側でした。ね、億万長者合宿ってやりましたけど、合宿に参加する側でした。今はなんか億万長者合宿みたいなね、開催しましたけど、まあやる側になりましたし、なんかね、両方体験して思うことが、やっぱ両方体験できるようになった方がいいんじゃないかなと。まあそれはリアルの仕事でも一緒だと思うんですよ。だって、ずっと教わる側ですか ?30 年そこの会社で働いて、ずっと、すいません、初心者マークつけてね、30年間初心者マークつけて教わる側ですかと。バカかという話なんで、だからやっぱ人生において、だからまあこれはもっと歴史をたどると、まあ僕たちっていうのは赤ちゃんで生まれてね、親に頼る側だったじゃないですか。で、今度大人になると子供に頼られる側になるわけですよね。だからこの相互関係ですよね。なんかこの相互関係がうまくこう、なんだ、釣り合ってくると人生って楽しいんじゃないかなと思うんですよね。だから、頼っていたけれども、教わっていたけど、今度教える側になるっていうね、この、なんだろうな。この順番というかね、これがなると非常にいいと思いますし、逆にこれをやっている人たちっていうのは少なくても、まあお金の部分に関しても収入は高いかなと。それはそうですよね。会社でも上司と部下、どっちの方が給料高いですかって、それは上司の方がね、まあその会社によるけども、まあ大抵は上司の方がね、給料はもらってますよね。それはなんでかっていうと、頼られる側。もちろん責任もあるんだけども、うん、だからまあ、その相互関係になってない人は、早くそっちの、なんだ、YouTube を見る側ではなく、発信する側になった方がいいだろうし、その逆転した方がいいですよね。で、収入に困ってる人っていうのは少なくても、未だに教わる側になってるってことですね。いってらっしゃい。